日はこの2人でキャンプファイヤーを、宇都宮名物キャンプファイヤー、はい、そうですよ、つけようかなと準備してます。はい、これでも結構毎週やってるんですもんね。土曜日はやってます。やっぱ匠の技を、キャンプ場スタッフとして匠の技をね、これちょっと詰めすぎじゃないですか、大丈夫ですか。なんかあの、いいパーカー着てますね。そうなんですよ、これね、おしゃれな、あのうちの同志カフェ、あの、はい、すぐそこのうちのウッツマンのもっと奥にある、はい、あのカフェなんですけど、はい、そこがこれ今日、はい、今日10月まあいいか、はい、発売なんですよ、これ発売、今日発売で、はい、いつも自分朝そこで朝ごはん買うんですよ。ほう、それであの交流を深めるというか、はいはいはい、そしたらなんか今日発売なんですよっつって、はい、でそれでこれなんか流れで結構ちゃんと可愛いですね。ありますよね、カフェっぽくこうね、コーヒー豆でね、可愛い可愛い。意外に肉の品ぞれがやばいっつ、やばいですね。あのね、塊ね、うん、肉屋さんっていう、ね、あ、なんからしいですね。だからね、すごいあの肉が本当にブロックの、そう、塊肉とか売ってますもんね。普通にあのそれこそトマホークとか、うん、ね、あとあの馬刺しもあったりとか、はいはいはい、いつもこれでね、しんすけさん説明、これ最強ですね、説明お願いします。説明、これがあの着火剤とマッチ一緒のマッチなんですね、はい、素晴らしい一品でございます、はいはいはい、こちらはこういう感じです、はい、女子にも、ね、女子にも優しい。これも折って、はい、でマッチのようにですね、するとやってみる、素晴らしい一品です。で、なんだけど今日はだけど今日はフェザースティックでつけてみよう、そうね、っていう、そうだね、うん、キャンパーだから、はい、キャンパーだから、キャンパーだからね、どうすんの、ナイフがねえんだよな、ナイフありますよ、俺、あ、マジですか、あるあるある、あ、じゃあ、うん、懐かしいな、ソグのね、懐かしいってことはやってたってことですよね。やってたんですね、フェザースティック、すげえ綺麗、そうですよ、ちゃんと手入れしてますよ、やば、いいっすか、はい、でいきなりちょっと練習したかったの、あー、ちょっと待って、ちょっと待って、もう止まってるな、あれ、ちょっと待って、鉛筆削り的な、あの昔のね、小学校の時のボール、先生、これコツは何かあるんでしょうか、呼吸とともにそう下ろすという感じね。ああ、何の呼吸、ね、ほろほろ、ほら、そういうことですね、はいはい、芸術的な感じに、いい感じ、いい感じですね、はいはい、思ったよりうまくいっちゃってるな、うん、これをやることで、あの何が火が、こんな感じでいいわけですね、火が、そう、この方が細い方が火がつきやすい、その一番最初、やっぱりタナコさんもちょっとやってもらって、ね、はい、はい、ここ見てて、はい、これがこう、あ、こうか、こうだ、ごめん、こっちだ、スタートこっちだ、で、見てて、そうそうそう、斜め下に、あー、ふむふむ、はい、やってみます、はい、行きましょう、行きます、結構力入れてみます、はいはい、リリリリリ、あれちょっと下手くそだね、やっぱりやっぱりね、なんかね、怪我の時に気をつけてるからね、やばいやばい、これいい例だね、センスない、あれ力かな、はい、あの油から書いてやっぱやった方がいいのかな、鉄つけてしっかりやると不安定だから、そうこうね、そうそうそう、あー、はいはいはい、確かに安定感すごい、うん、あ、でもこれは練習ですね、練習です ね、 これ、 ね、これ初心者感すごい出てます ね、 出ますね、いいんでしょうか、多分こう握った方がいいかもしれないですね、キャンプ場として、そうそうそう、こう、あの、こう握った方が力が入るじゃないですか、おー、本当にあのこれ初めてやったって言っていいんでしょうか、あー、難しい、これね、せっかくキャンプ場で働いてるし、キャンプのね、スキルも上げていって、はいはい、そうですね、覚えて無駄なことってキャンプ一つもないと思うんですよ、はい、だってこう日本というか世界が週末を迎えて、はいはい、全てのインフラが止まりましたとかいうぐらいがね、はいはい、
言った時に生き残るのはキャンパーですよ。いや間違いないですね。間違いない、はい、今のところ私生き残れない感じで。道具はあるし、いや、ね、本当先生こんなになっちゃいます。ほら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 、こういうことね。あ、そう、それをつけて火がついたら、はい、中にね、これつきやすいでしょ、火が、はい、こういうとこよりつきやすいでしょ、はい、で、ある程度、そうそう、つきやすいですね、つきやすいでしょ、ね、あ、でも火がつきやすいでしょしつけねえ、ねえそうそう、そうそう、なんか火めちゃくちゃ弱くないですか。バーナーの火が弱くない。バーナーの火が弱すぎます。私も風に持ってかれちゃってるよ。こんな曲がってるバーナーの火見たことない。ちょっといいよ、遠慮せず。そういうことですね。はいはいはい。そういうことですね。はい。入れると。入れて。入れてと。ちょっと弱くね。え？弱くね。いや、これがいいと思う。ちゃんとしてるやつ。普段はね、その着火剤使ったりして楽してる話もね、やっぱちらほらあるんで、やっぱそこはやっぱキャンパーとして初心をね、初心忘れるべからず、みんな最初やるじゃないですか、デザースティックとか、ね、もう嬉しくってね、そうやっちゃうの、朝紐使ってね、そう朝紐ほぐしてこうやるのよ。それがいつの間にかもう文明の利器も出さないと、ガスコンロになって風邪とこだ。そう僕もびっくりなかった。すすで汚れちゃうとか言う。あれ湯で使ってないか、ね、楽しちゃって、ガスコンロしか使ってないじゃん、ダムワル君だ。よくね、これも何曜日やってるんですかって聞かれるんだけど、そう、で基本的に6日ぐらいやるのを2連休中とか、そうですね、ね、はい、3連休だったら土日、そうね、雨さえ降らなければ、はい、そう、火ついてきたよ。うん、来たね、来たね。火ついてきましたね。来たね、来たね。そうそう、高子さん、火ついてきた。うん、来たね。でかめ、でかめに熱い。いや、マジ来た。来た、来た、来た。もう結構お客さん来てんじゃない？来てんじゃない？周りに来てんじゃない？これ、ね。うん。見渡してみて、見渡してみて。ちょっと周り見てみて。嘘でしょ？あれ？嘘でしょ？本当に？今ね。ご飯の時間だ。ああ、ね、そうですね。またやっちゃってるな。まずご飯。それうまいこと。これもね、また人によって積み方が全然違うというね、面白いところで。みんながみんな俺の積み方が一番だと思ってますからね。俺が俺がって、はい。思ってますから。本当にさ、出てくるとかさ、本当に溢れてるの。すごいですね。まあ、時間がかかりますよね。はい、雨で濡れた日とかはもうちょっと大変ですね。でもやっぱ見たらみんながいい、すごい、すごいって言ってくれるから、はい、やっぱりこれもう、うつまの目玉でございます、ね、これはやっぱり、はい、あだ、あれあれ不完全でしょ、あれあれ煙多すぎるね、これ、これ、ブーブーだ、ブーブーだ、ブーブーボーだ、誰も火吹き棒と思ってないから、ね、もう人力でね、人力あきさん、さすが、さすが、さすが、30分ぐらいですね、今ね、付き合ってもうかかりますよね、いや、本当にね、雨で濡れた時とかはね、地獄ですね、オーマイガー、はい、地獄でございます。でもここ2、3日ずっと晴れてるね。そうね、それでこれだね、うんうん、腕の問題あれ、そうだな、腕、うん、そうだな、いいんじゃないですか、学びですね、いい感じ来ましたね、いい感じですね、はい、お来ましたよ、来ましたね、はい、もう大丈夫ですね、はい、着々と大きくなっております、こんな感じでね、すっかすかにね、はい、空気をね、空気が大事ですね、はい、ちょっと最初ね、積みすぎて、うん、ちょっと最近ね、欲張っちゃって、はい、空気がね、
だいぶこれでね安定してきたんで、ね、これがあと紅葉樹に火がつけば、はい、ボワンとねファイアピットの刻印が目立ちますというか黙ってね、はいはい、先ほどお客様からこれ作ったんですかっていう質問がありました。高木さん、はい、これはあのどういうモチーフで、どういうモチーフこれはどういうあれでこうなったのでしょうか。やっぱりあのみんなに集まって輪が広がってほしいなと、うん、みんなが集まってこう知り合ってコミュニティがこうできてね、知らない人同士ね、キャンプ好きな人たちがこう集まって出会えるような場所、はいはい、はい、やっぱあのコロナの真っただ中だったんでオープンしたのが、うん、いや本当ですね、キャンプが唯一その推奨されてるレジャーなんですよ、その当時ね、なのでこうリアルで会える場所っていうのも限られてる中でやっぱりこう人と人とがつながるような場所にしたいなって思いで、うんうんうん、ね、大滝みたいを入った真正面に作ろうと。素晴らしい、はい、ウッズマンのシンプル、まず目につきますよねこれね、そうですね、私全然できなくて思った以上にできなかったので、はい、ちょっと日々練習します、ね、キャンプスキルをね、はい、キャンプ場スタッフとして、はい、聞かれた時にバッと答えてるのを、はい、全然できなかったんで、はい、そう練習します。覚えた覚えた、そうです、ね、覚えた、そうです、ね、キャンプスキル上げて、はい、やっていこうということで、はい、まあ、じゃ あの一言で締めくっていただいて、はい何やっぱりね、そうですね、最近の同時の気温、さっきも話したけど、さっきちょっとグダグダしたんで、ちょっと最近同時に来るジェット機はこうした方がいいよっていうのを、気温計、はい、気温計、うん、そうですね、最近の同時はぐっと気温が下がってきたので、はい、そうですね、うん、朝方は2度ぐらいまで先日行きました、はい、なので、暖かい、押して、はい、毛布やらストーブやら持ってきてる方もたくさんいらっしゃるので、はい、あったかくしてきてください。朝露とね、夜露、はい、対策もありますので、はい、よろしくお願いします。結構びっちょびちょになります、はいはい、ではではじゃあねー